はい、では前半に登壇者の方にそれぞれお話をいただいたので、後半はそれを、土台にですね、さらにお話を深めていこうと思います。これまでの皆さんのお話を聞いていて、まあ、過去、現在、未来じゃないんですが、まあ、これまでというと、まあ、国策としてエネルギー政策に柏崎は協力をしてきた。それは国のためでもあり、また大消費地のためでもあると。しかしその陰に、まあ、地域の分裂であるとか、まあ、そういった、事態もあった。で、その代償としていろいろな形で、例えば資金が入るとか、それで、地域の、振興ができた、まあ、そういったことがあったと思います。しかし私が何度も感じたのは、そういったこれまでの柏崎の国の政策もしくは消費地に対する貢献をきちんと理解されてないんじゃないか、きちんと評価されていないんではないか、そういう思いがとても強いのかなと思いました。で、現在はどうなっているかというと、まあ、福島の事故があって、これまで絶対安全だと原発立地地域では言われていたのに、今になるともともとあれは危険なものだったんだと、安全性、まあ、危険をゼロにすることはもともとできないものなんだ、どうやってそのリスクと付き合うかだというような話になってしまっている、まあ、それはこれまでの説明とだいぶ違うんではないか。もう一方で柏崎は先ほど何人かからお話があったように、やはり原発に、まあ、地域の経済が頼る、まあ、依存する割合が高くなっているというのが一つの現状です。で、例えば人口が減っていくとか地域の経済力が下がっていくというのは、悲しいことに柏崎の話でだけではなくて、日本全体が今そういった意味では右肩下がりになっている中で、さらにその原発を抱えているがゆえに今原発が揺れているというところで難しい状況になっているんだろうと思います。ぜひこれからの話はその後ですね、これからどうしていくのかという話をしていきたいと思っています。で、まずどなたからでもお話をいただきたいと思うんですが、どういうふうに進んでいくにしても、やはり信頼が大事だと、信頼の回復が大事だということは皆さん繰り返しおっしゃっていたと思います。そこでお尋ねしたいのが、誰の信頼が大事なのか、誰への信頼が大事なのか、そして何がその信頼を作るのか、そのあたり、どなたからでもいいので、お考えをお話しいただけるでしょうか。の信頼ということになりますと、多分連携を取るべき、個々の信頼だと思います。で、連携を取るというとなんか難しいようなご説明ですが、住民を取り巻くとすれば国の方々もそうですし、企業の方もそうですし、自治体の方ともそうですし、で、もう一つは市民同士も本来は信頼し合わねばならないのではないだろうかと思います。で、それどうして信頼をというのは、私どもの、その使命でありますところの、事実に基づくそのいろんな考え方が一番そのお互いの議論、建設的議論に結びつくんではないかというふうに考えますので、事実である情報がきちんと出てくることが信頼を高める、そのスピードを高める要件の一つになるかと思います。で、あまり長くしゃべるとなんですので、ここで切りますね。はい、はい、ありがとうございます。他の方いかがですか。はい、竹内さんお願いします。信頼の回復ということですが、私は震災以後ですね、まあ地域間ですとか、まあ、特定の集団間、そういったのの、まあ、相互不信状態が今の状態だと思います。なんで地域間、まあ、例えば周辺地域だとかそういった問題がある中で、柏崎っていうのは立地地域でも、その周辺地域はどこまで含めるかという中で、お宅んちばっかり恩恵受けてきたんじゃないかとか、うちは何も受けてないとか、そういった地域間の、まあ、保障を受けてきた、受けてきてない、それが実感できる、実感できていない、そういった、まあまあ、大きな問題からですね、あとは、まあ、地域の中、例えば柏崎の中でも、まあ、推進派反対派というのが、まあ、いる中で、まあ、そこの、この本当の
目指すものというかが共有できていない、まあ、それこそいろいろな目標が多様化している現代だからこそこういう問題は起こっているんだと思いますが、まあ、こういった中で本当にコミュニケーションってすごく大切だなと思います。まあ、マスコミのテレビの情報を鵜呑みにしながら見ているだけでは絶対にこの地域間集団間の回復信頼の回復というのはなかなかできないんじゃなかろうか。これはすごく難しい問題だと思います。はい、信頼について他の方どんなお考えでしょうか。はい、お願いします。信頼ということですけども、信頼、まあ、私が思うに、誰のということですけども、まあ、市民、まあ、柏崎地域における住民の方々の信頼が必要だと思います。またその上でのお話の中でも信頼の回復という言葉が出てきましたけども、信頼の回復という、まあ、一定の基準点があるかと思うんですけども、それをどのように明確にしていくかというところも議論していく必要があるかと思います。はい、まあ、今までいろんな、その今回のですね、いろんなここに関わる方々の相互間のその信頼というような話がありましたけれども、やはり、それはそうですけども、やはり一番現在その信頼関係が毀損しているのは、やはり事業者とですね、言いにくいことでありますけれども、事業者とそれからこの地域の、まあ、特に、まあ、今まで、ずっと原発に対しての、不安ということを訴え続けてこられた方との間の、まあ、信頼感が非常に大きく、まあ、今まで過去にないくらいにですね、まあ、当然のことだと思いますけれども損なわれているわけであります。まあ、いろんな会でですね、その辺の、両者のその、まあ、話を聞いていると、まあ、非常にいつまで聞いてもやはりこれは平行線であって、もう本当にその亀裂は大きくてですね、修復が不可能なんじゃないかなというふうに私なんかは思わざるを得ないところもあるんですが、まあそうばかりも言ってられないところもありますので、やはりお互いにですね、まあ、その辺の例えば事業者の方のですね、情報の出し方とかそういったことに関してはよく原野さんが言われますけれども、そういうようなところもありますし、また地域の方々の方もですね、やはりある程度その相手のことを理解しようとする、まあ、私から言わせるとですね、申し訳ないですけども、重箱の隅をつつくようなですね、反論とかですね、その指摘というようなことではなくて、ある程度その理解しようとするような、立場がですね、立場というか考え方、姿勢がですね、必要なんではないかなというふうに思っています。はい、はい、お願いします。さんのご意見に少し補足させていただいて、先ほどの私の意見にも補足させていただくとすると、時々国のシンポジウムとか意見聴取会とかっていうところで単発でいろいろとこのご要望いただいて、出番が来るんですが、そんなところで垣間見ますと、やはり今は住民を中心に申し上げましたけど、連携となりますと国と事業者、事業者と自治体、国と自治体、こういう構図ももう点がいくつもあると、その無数に全ての点を結ぶところにも連携が重要になってくると思います。で、一旦は緊張状態が当然起こりますね、何かトラブルがありますと。でも目指すはやはり、程よい緊張とその友好関係を目指すべきなんだと思うんです。で、まだそれが図られてませんが、私どもの会もそれを究極のポジションとして、仕事はしているつもりでいます。複雑な連携関係があるのかなと思っております。はい、お願いします。今までの皆さんのお話を聞いていて、私も去年の 3.11 からやっぱり考え方が変わった一人としては、とても今の原子力発電所に不安があるので、信頼の回復ってどうしたらいいのかなって、まず自分にものすごく不安がありますので、そこを解消するためには
どうしたらいいのかなと考えたときに、皆さんもおっしゃってましたけど、まず市民の中でもそれぞれ考え方が違うので、今日このような場で本当に反対派とか賛成派とか、そうではない中立の方とか、いろんな方が話し合う場を設けたということを、今後もやっぱり続けていきながら、お互い の意見を聞いて、話し合いを重ねて、まずは市民のみんなの意見っていうかを、人と人とのつながりじゃないですけど、そこからなのかなというふうに感じました。お願いします。皆さん発言されたんで、なんか信頼の回復という、今言葉を挙げられたんですけど、信頼の回復って何のことという思ったので、ちょっと聞いてたんですけど、原子力発電所に関連しての信頼の回復という意味で、言われたんであれば、これは非常に厳しい問題ですね。私らから見ると、私は医者ですけど、外科医じゃありませんけども、例えば医者が手術をしていて、ミスで出血して患者さんが亡くなった場合に、医者が逮捕されるというような事件がありますけども、東京電力はこれだけの事故を起こしておいて、誰一人としてまだ、罰せられそうもない。それから、国の政治の方は、朝令暮改、朝令暮改にしてもあまりにもひどい朝令暮改で、誰にでもよくわかるという意味ではすっきりするんですけども、コロコロ政策が変わる。で、学会の原子力の専門家たちは相変わらず同じ人がいて、保安院にはまた、規制委員会には保安院の人がまたなると、こういうことではやっぱりこうやって着々と信頼が回復されつつあると思う人は普通はあんまりいないんじゃないかなと。その点に関して言えばですね、地域の問題については、こういう機会もありましたので、皆さんと信頼を培っていきたいなと思ってますけど。そうですね、今信頼という一言で言いましたが、本当に今お話があったように、その地域の中でのお互いの信頼関係、それは何人か言ってくださったように、こういう機会を続けていくことがすごく大きな力になると思います。で、多分その立場として考え方として、こういう機会があっても出口のところでは結局平行線ということかもしれない。だけど何も聞かないで自分だけの考えで平行線なのと、相手の考えとか相手の思いも分かった上での平行線ってやっぱり違うと思うんですよね。なのでぜひこういう機会をと思いますが、もう一つ大事なのが、その事業者とか国に対する信頼、それへのこう不安、地域でいくら一生懸命みんなが信頼回復して動いたとしても、国の政策とか事業者以下ではそれもひっくり返ってしまう可能性もあるわけで、立地地域の皆さんとして、事業者や国に対して着々と信頼が回復されておりますと皆さんが言えるとしたら、それはどういう状況になった時なんでしょう。何が必要なんでしょう。一つ挙げるとしたら、まずは事故の加害者責任をはっきりさせるということだと思います。これがはっきりしない限りは、他のところでどう作ろうってみても、一般の国民の多くの理解が得られないんじゃないかなと。いろいろありますけど、一つ挙げろといえば私はそう思います。どうぞ。私も本間先生と一緒でですね、国に対しては事故調、民間、国会、政府 とでしたっけね、事故調の調査であれだけその政府の介入が、相当に影響があったんじゃなかろうかと、指摘されているにもかかわらずですね、やはり相当に事業者に責任を押し付けた部分があるんじゃないでしょうか。こういったところはやっぱり我々国民も単純には騙されないぞと、そういった思いで我々いるんじゃなかろうかと、そう思っています。そういったと責任の所在 の、明確と、謝罪だとか、謝罪はもうあれですけども、明確にしていただきたい。あと、特にこの原子力政策で言うならば、やっぱり国策としてその経済戦略、成長戦略のために、日本の将来の成長戦略のためにこう推進してきた部分があると思います。で、またこれだけ国の成長が鈍化している中で、そういったものを
原子力を含める含めないそういった中でですね、明確な成長戦略を描き、それを国民に説明できたところで、またそういった国の、信頼が回復できるのではなかろうかと、そう思っています。分かる方いかがですか。酒井さんもどんどん喋ってくださいね。はい、どうぞ。年寄りはあんまり喋らないと言われましたので、ちょっと遠慮がちにちょっとだけ言わせていただきますけども、今政府の責任、あるいは東京電力の責任、福島の事故についてですけども、それは当然責任がある。そのことについては私らはやっぱり心の中でもね、言い訳は別にしてもただじゃおかんぞという気持ちでいいと思いますし、それから先ほど申し上げましたけれども、相手は国なんだと、原子力政策、エネルギー政策を司っているのは国なんだと、今国が大混乱の中でこれからどうするかというので、2030年の方針も出ましたけれども、我々は電源立地地域として本当に国それでいいんですかということで、我々なりの対案というのを作らなきゃいけないなと私は思っております。その責任を追及するということだけで終始したら、もう役人というのはすぐ逃げるのが上手ですからね、東京電力さんも同じだろうけども、問題はこれから以降どうするんですかと、我々は電源立地地域ではこんなことを考えているんですよというのをやっぱり私は国にぶつけるべきだろうと思います。そういった意味では、先ほど申し上げました足掛け50年の我々はそれに対峙してきたということで、そういったことの重みを国に感じさせながら、例えば原子力防災というのはね、その今言った発電の比率をどうだということもあるけれども、今現状で原子力防災は国はどうするんですかと、今これが一番喫緊の課題なんでしょうと、福島も含めてなんですけど、どうするんですか、その住民に対してと、何にもアイデアが出てこないんだとしたら、我々の側から、我々は今こういうことを実は考えているんですよ、どうです国はと言って、私はもうぶつけるしかないだろうと思います。ただ私はそんなに今の政府を、特に内閣を信用しているわけじゃないんで、言ってもしょうがないかなと思うんですけども、我々としては市長、それから議会、それから消火器も含めてですけども、産業界、我々はここで柏木いる以上は運命共同体でありますんで、我々の側からやっぱりどんどん国にぶつけていかなきゃいけないかなと。先ほど小林漬さんのことをくどくどと説明しましたけど、あの頃あれができたんなら、もう一回この今の柏木のこの現状を打開するには、やっぱりもう一回そういうことも我々はチャレンジすべきではないかなと思っております。酒井さんに、ちょっともしくは皆さんにちょっと確認の質問なんですけど、例えばその立地地域と国と、そういう話をこうフランクに不安とかそういった話ができるような場というのはあるんでしょうか。市の方は電源協というのを持っておられます。それから議会もそういった全国の電源地地域の議会の、組織があります。商工会議所は今25の商工会商工会議所のメンバーで、今西川会頭が会長になっているんですけども、そういったものはあります。ただ、そういった議会だとか自治体というのが公的な、これも権限権力がありますので、そういったのと比べますと、我々は本当に中間法人ではあったとしても、我々の声は小さいんですけれども、それをバラバラに考えるんではなくて、電源立地地域としてこんなふうなことを今考えているし、やりたいんだと、国はそれに対してどうしてくれるのと、あるいは国はこういうアイデアをちゃんと取り入れなさいよという意味で、何もしないで、国が悪い、東京電力が悪い、それから今の自己検証が終わらない限りは何もできないと言っているだけでは、もう1年半も経ったんだけれども、原子力防災に対して我々は何の知識も出てこない、せめて今我々がやれることは何だろうねということでの共通認識をしない限りは、その先ほどの信頼のところでありましたけれども、もちろん反対する人たちも、あるいはまた原子力発電所を推進してきた人たちにとっても、問題は何にもまだ進んでないんですよということは、やっぱり我々もう一回ここで、認識せざるを得ないなと思っています。私のところの会は安心安全が中心でしたので、今までの規制庁であります旧の原子力安全保安院さんとの関わりが、国とすると一番の窓口になっていたと思います。
その中越沖地震以後、特に精力的にこちらに足を運ばれてくださった審議官がいらっしゃいまして、その2年間は随分距離が縮まったなっていう感じがありました。で、残念ながら2年しますと別のところのお仕事としてこう配置転換がありますので、でそうするとそれがなかなか継続されないかなっていう思いは今でもあります。でも規制庁の中でもいろんなお立場お考えの方がおありのようですので、私どものところの住民のその意見を取り上げるかどうかというところに、やっとドアのノブに手をかけていただいたかなという感触は持っています。ですけどいろんなところの国の機関にも出入りを少しですがさせていただきますと、福島以後いろんな審議会やいろんな検討会が開かれています。でいろんなこのその政府として の, そのいろんな私どもには情報がメディアを通してあるんですが、一番やはり今やっぱりと思うことは、その今まで、国の方や企業の方いろんな方たちが原子力に向き合ってお仕事としてされる方々ですよね。そういう方が最終的に、国民とか立地住民にその後ろの背景としてそこにこう視点があったんだろうかということが非常にご疑問であります。でやはりその今も言葉とすると透明性とか立地の方々のご理解というのがそれでも書かれるようになってはきましたけれど、やはりそれを決めているのはやはり立地住民抜きのところですよね。で何かしら文章はいろいろ私も渡されて読むんですが、その方たちが悪いとかということじゃなく、現実論としてね、現実としてまだまだ入り口に立たれるかどうかというところなのかな。やっぱり住民とか国民とかということのために仕事をするという背景というか目標がまだまだ高い位置にはきちんと見える形で、まだ弱いのかなっていう感じはあります。なので諦めずに悪気があってそうしてるんでないのも十分に理解できますので、機会があるたびに諦めずに、なんとかこの地域のその思いとか考え方っていうのを伝えるようにはしていますけど、この地域の方たちがやはりこぞってそのお互いに理解し合いながらこの地域としてのやはり言葉に何か託さないとなかなかその気がつかない方を振り向かせるというのには点では弱いのかなという感想を持っています。はい、ありがとうございます。ご紹介だけになりますが、今日やはりこの地元の方中心のシンポジウムで今回はやりたいということが実行委員会の総意だったので、今回はそういった地元の方だけに登壇していただいているんですが、ぜひ自分たち地元の人たちがどういうことを考えているのか、どういうことをこう思っているのか、国の政策を作っている方々にも聞いてほしいということで、今日会場の方に資源エネ庁から原発立地対策広報室長の方にも来ていただいて、登壇はされませんがここの議論はしっかり聞いていただいていることをお伝えしておこうと思います。で、今、国の関係ということも話があったんですが、もう一つがその消費地ということもあると思うんですね。大消費地の企業の方にも今日会場で聞いていただいているんですが、その点で一つ会場からいただいた質問で池野さんへの質問なんですが、この4月から柏崎にお住まいということなので、それまでその住んでいた都心部、つまり原発立地ではない、地域の人たちが原発立地や原発自治体にどんな考え方を持っているか、少しお聞きしたいということですが、ご自分のご存知の範囲でいいですが、どうでしょうか。はい、15、6年東京にいたわけなんですが、正直私は幼稚園教諭として十数年勤めておりましたが、電気がどこから来ているとか東京の電気が柏崎から来ているとか、そういう話になったことがまずありません。でやっぱり 3.11 があった後はやっぱり東京の中でもすごい意見が分かれているところがありまして、保護者の方で不安な方は東京も停戦量被曝というかちょっとそういう心配があったので、
大阪のところに逃げている方もいらっしゃったりとか、そこで初めて私の出身地が柏崎で、柏崎からも電気が来ている、で福島はあんなことになってしまって、私が柏崎に帰るって言った時に大丈夫なのってやっぱり東京 の、 友人には言われたりしましたけど、正直、普通に生活している中で柏崎から電気が送られているという話に至ったことはありません。多分この登壇者の中では私が首都圏から参加している立場だと思うのですが、今池田さん言ってくださったように首都圏ではごく普通の生活をしていると、特にその、原発立地地域に思いを馳せるという機会はないです。コンセントに入れればですね、電気代払っている限りは電気が来るというのが当然で、そのコンセントの先まで思いを馳せるというのはやはり 3.11 があった後がほとんどの人にとってではないかなと思います。でそれはいくつか一つはその、国の政策なのか分かりませんが、あんまりその消費者にそういうことを考えなくていいよと、それはもうこっちがやってるんだから任せなさいということで、そういった情報提供などはあまり対話とかしてこなかったというのが一つ、私たちが首都圏の住民が自分たちから求めなかったというのももちろんマイナスだったと思いますが、もう一つは 3.11 だと特に先ほど竹内さんもおっしゃっていたことですが、マスコミなどがですね、どちらかというとその現地立地地域とそれから消費地を対立させるような報道を結構していて、そういった報道を見ている首都圏の人たちは、立地地域はこんなにたくさんお金をもらってこんな素晴らしい建物を建ててるんだからというふうな、そこでそういう割り切り方をさせられてしまうというか、してしまうというか、それもすごく不幸な構図になっているなと思うんですね。でそういった意味で国がどう動くかというのを多分待ってられないというのは、ここにいる皆さんが思ってらっしゃることだと思うので、国がどうのこうの関係なく、地域として立地地域として、例えばその消費地の人たちとのいろいろな意味での、情報とか意見の交流とか、それから自分たちの思いを伝えることとか、そういったことももしかしたら大事なんじゃないかなと私はそばから見ていて思うのですが、そのあたりは皆さんどんなふうに思ってらっしゃいますか。特に具体的なあれということはないんですけれども、今なんとなく目があったのでですが、今まで過去にもですね、いろんなレベルで、市主催の、行政主導のものもあれば、民間のですね、それこそ青年会議所も絡めたようなことも含めてですね、立地点と、つまり我々と、東京の、つまり関東のですね、交流ということはありました。それは事業者、つまり東京電力さんが、行っているものも過去にあったと思います。ただ、それが実際に どの程度のですね、効果があったのかということを定量的にですね、把握は多分されてなかったのかなというふうに思ってます。本当に今こういう事態になったんで、改めてそれは本当に必要なのかなというふうに思ってますが。他の方はいかがですか。はい、お願いします。国民であり地域住民である以上、どういう方とお話ししようと、有効に付き合おうとっていうのは当然のことだと思います。ただ今までのずっと客観的に見てまして、地方への情報と立地ですね、立地への情報と消費地への情報が違う情報を流されていたというような気もいたします。でそうすると先ほど当初から申し上げた通り、情報の質が違ったり、内容が違ってくると当然考えることが違ってくるということで、今、その首都圏の方たちが少し認識が足りないとかっていうのはご意見もいくつかありますが、それはそれとして、やはりその認識をし得ない、その構造っていうんでしょうか、情報によってね、でそういう現実もあったんだろうと思います。なのでやはり透明性というのはそういうところにも図られるべきで、取るのは取る人の権利
とですけど、出す人は立地だろうが消費地だろうが同じ情報を出すのがフェアだと思うんですよね。なのでその国とか自治体ですか、いつしかそのいろいろご自分たちのお仕事を評価してそれを表に表すような行動をあまり取られなくなってきたというふうにも聞きます。でそうなるとやはりこの反省をして積み上げるというような日々の生活、その仕事の仕方が薄らいでいたと思いますので、やっぱり福島以後はきちんと何を学んだのか、何を検証するのかをその市民やその立地や消費地に表明をしていただいて、そして次を何を目指すのかといって、そのこの議論の矛先を切り替えて、先ほど本間先生が友好関係とか信頼回復っていうと元に戻っていくんじゃないかというふうな懸念をおっしゃいましたけど、限られた時間で残念ながら熟議にはならないのでですが、一言申し上げれば私の立場で、その透明性というのは、その結論はまだないわけですね。でいろんな状況が出てきた時に、その何を判断するのかっていうのもまだ白紙なんだろうと思います。なので元に戻るのか戻らないのかも含めて、まだまだこれから私どもが勉強しながら地域住民がどうあるべきかというのの議論の余地は十分にありますので、その元に戻る道もありますし、また違う道へ進むこともあるんだろうと思うので、信頼回復をしつつ情報の透明性というのは先は白紙ですよということも含んでますのでご理解いただきたいと思います。竹内さん、消費地にちゃんと伝わっていないという話を時々してくださっていたんですが、その消費地とのコミュニケーションというか、そのあたりはどんなふうになったらいいと思いますか？私たち青年会議所の方でもやはりそういう交流をしようということで、東京の子どもたちをこっちに呼んできて、いろいろ自然を体験してもらう中に、で事業者さんの、東京電力の発電所を見学してもらうだとか、そういった試みをしてきたりですね、こういった交流は意外と長く続いていたんですが、それでいてあと事業者さん、国だとかそういった機関にもそういう交流のための理解し合うための、交流を、よろしくお願いしますと、具体的には何も言わずにお願いしますと、訴えていたわけですが、いざ、中越沖地震が起きてみると、それこそ外のトランスからもくもく煙が上がったとか、ああいった、事象があるとやっぱり向こうの親御さんからは本当に大丈夫なのかと、ちょっと今年は勘弁してくれと、そういった声がやっぱり上がります。でこれはこういった本当の意味での理解っていうのはやっぱりすごく難しいんだろうなと、無理なんじゃないかっていうぐらいの感覚があったりもします。で、そういった中でですね、特にそうこういった事故が起きた時に顕在化するこういった地域間のそういった声の格差ですね、そういったのがあると我々柏崎市民も例えば結構過激なことを言いますよね。送電線切ってしまえとか、いざですね、でもこういった声が本当に国が電力が足りないと、そういった時に本当に我々市民の理解を得れずにですね、絶対にダメだと、再稼働なんか絶対にダメだと、こういった声の方が強くなってしまったら国は本当にどうするつもりなんだろうと、でそういった意味ではこの理解っていうのは本当に必要を進めるべきなんだろうと、は思っています。でもう一方でですね、ちょっとこれはちょっとその仲良くなるためのとは別なんですが、独自の意見としてね、例えばもう強制的にそういった消費地と生産地の違いを分かってもらうために、例えば首都圏、消費地域では電気代を極端に高くしてね、こっちは極端に安いと、そういった中でこう本当に
感謝しなきゃダメだったんだなと、我々はここに住む資格があるのかと、そういったことまで考えてもらいたいぐらいに、そのなんていうんですか、今回のその格差といいますか、そういったものを、まあ、見せつけられたのかなとも思っています。はい、ありがとうございます。まあ、本当のそのお互いの理解というのは難しいというお話もありました。まあ、これまで実行委員会ご一緒させていただいて思うのは、これまでその原発立地地域へ来て、まあ、例えば子どもさんを呼んでいろいろなことをやったりとか、そういう時のその目的って原発の安全性を、まあ、分かってもらうというのが大きな目的だったと思うんですね。で、多分今ここでまさに皆さんがお話になっているように、立地地域の人の思いとか悩みとか、それをそのまま消費地の人と話し合えるような場があったら理想論かもしれないけどいいなと思います。原発はこうっていうふうに言われちゃうと受け取る方もそうなっちゃうけど、立地地域の人の悩みとか、消費地は消費地のきっとそういう思いとか、まあ、そこの人との交流が何らかの形でこれからできていくといいのかなと思って聞いていました。で、この対話とか交流の最後にですね、樋口さんへの質問を会場からいただいているのでお願いします。人とのつながりはとても大事だと思います。大学生のような若者と中年のおじさん世代はどういう交流ができると思いますか。世代ギャップが埋められると良い地域になると思うのですが、ということで世代ギャップを埋めるためにどういう交流ができそうかお願いします。はい、そうですね、世代ギャップ、まあ、本当に、まあ、5年10年少しでも違えば、本当にその受けてきた教育、そしてまあ社会情勢、さまざまな要因があって、いろいろな考えがあると思うんですけども、そうですね、まあ、そのギャップを埋めるためにはやはり先ほどの討論ですけども、その首都圏の方、また地方の方とのその意識、まあ、いろいろなさまざまな意見があると思うんですけども、そういった、意見の場を設けていただき、そして一緒に聞く、そしてまた聞いた方々でまた、討論をする、そういったことでやはりお互いに話し合って考えが深まる、そのように考えております。で、すいません、一つあれなんですけども、先ほどのお話で地方、その地方と首都圏の方でいろいろ情報が異なる、生産地域と消費地域の方でいろいろな差異があると伺ったんですけども、まあ、本日せっかくなので枝広さん、首都圏の方として外部から見て原子力発電所というのはやはり必要と感じますでしょうか。別にその明確な言論は難しいとは思うんですけども、その一個人として首都圏の方としての意見も伺ってみたいなと思ったんですよ。はい、全く個人的な意見になります。長期的には原子力発電に頼らなくてよい経済になっていけばいいなと、社会になっていけばよいなと思っています。で、今原発をすぐゼロにすることはあまり現実的ではないというのも一方で分かっています。なので、本当にそのきちっと安全性が確保される、ただ原発の事故の危険性はゼロにはできないというのは今回で はっきりしたので、もしゼロではない事故が起きたときにどれだけ被害を最小化できるかということを、周辺地域も含めて避難体制とかいろんなことを含めてきちっとその地元の人たちがこれで安心してそれだったらいいですっていうぐらいまで高めてからだったら再稼働はありかなと思いますが、それは短期的な話ですね。中長期的にはもし自然エネルギーとかその原発のリスクがないエネルギーで回せるようになるのであれば、ただそれは多くの、そういう自然エネルギーの推進者が言っているように今日明日の話ではないと思っていて、例えば家庭の部門は割と早く脱原発もしくは自然エネルギー化ができると思います。エネルギー消費量小さいですし、自分のところで工夫すれば実際にね、なさっているように減らせるので、太陽光パネルつければ回せるわっていうお家はこれからどんどん増えると思いますが、やっぱりその産業部門は大量に安価な安定したエネルギーを電力を必要とするというのはこれは大命題としてあるので、それに例えばメガソーラーとかですね、取って代われるようになるにはまだしばらく時間かかるだろうなと思っています。どっちにしても
その安全の基準であるとか、それからその立地地域、周辺地域の方々が、これだったら何かあった時にも自分は大丈夫、身を守れるという安心、それが今のところ全く 3.11 の前と私から見ると変わっていないように思われるので、その中で単に電気が足りないからとか、電気代が上がるからとか、だからもう無理やり再稼働しろというのはちょっと違うかなと思って今様子を見ているところです。失礼な質問だったかと思うんですけども、ありがとうございます。こういったやっぱり首都圏との方もお呼びして、はい、その地域の方と首都圏の方、距離はかなりあるかと思うんですけども、またこういった場で一緒に討論するということがすごく大事だと思いますし、そういったことがまた世代間の、考えの違いを埋めるきっかけになるのではないかと思います。すいません、ありがとうございます。